どうもーオーガタビジョンご覧の皆なさんこんにちはニールベース斉藤でーすねえねえ、どうしておばあちゃんはそんなに度がきついメガネをかけているのえっとですねそれはですね僕の趣味がですね勉強と読書だからだと思いますねえねえ、どうしておばあちゃんはそんなに気球でにでっけえペンダコを持っているの えっとですねそれはですね僕がですね昔から小説をずっと書いてるからだと思います。ねえねえどうしておばあちゃんそんなにくそ気持ち悪い喋り方してるのそれはですね私がですね「東大生だからだよ!」はい「日本一の大学生」「基礎学力が世界一」「みんなこのネタどうもいいう